それでね、今日が2月の11日、12日ね、注意で戻ってきたいかなと思います。相変わらずね、浦和出走表での測定5分6分ぐらいか、12時50分過ぎにね、出走予算で動画撮っていきたいかなと思います。そうですね、まあ、JRN のクラシックって、大体春、まあ、春、秋に行うんですけど、地方のね、三冠競争って大体もう春、夏に行われてますんで、早いんですよね。というわけで、動画撮っていきたいかなと思います。桜花賞トライアルですね、ユングフラウ賞 S2、で、問題なんですけど、今年から桜花賞の距離変わるんですよね。去年までって桜花賞って1600で行われてたんですけど、今年からまさかの桜花賞って1500にね、距離短縮されましたんで、そうですね。まあ、重賞の距離が変わるっていうのは、ね、基本的にはない話なので、まあ、例えばね、京都の競馬場が、まあ、工事中なんで無理だよって時はね、まあ、代打で変わるってことありますけど、そこの競馬場で行われるレースでね、距離変わるっていうのは全然微妙なんですよね。一応これ、去年のね、桜花賞なんですけど、一応こう、あれ、桜花賞とかだっけ ?4 月のはずなんだけどね。桜花賞ってそんな去年は早かったっけ一応去年の桜花賞ね、ごめんなさい、これ今年だ。非常にこれ今年の2023ね、3月22日、桜花賞、距離がね、1500なんですけど、去年まではね、一応桜花賞、距離がね、1600ということで、いやー、とうとうね、距離も短縮ってことなんで、まあ、ちょっとね、面白くなってくるかなと思います。ちなみに、ユングフラッシュはどうなんですかね、まあ、距離1000はその辺はどうでもいいか。というわけでいきましょうか。で、今回ね、まあ、S2 なんで、あ、ベテだった。じゃあ、賞金、あれか、30秒ですか。じゃあ、いきましょうか。第15位、ユングフラッシュ S2、距離1100m、フルゲット12頭と。1番、マカゼ、矢野高行55、2番、サーフザップ、三上とひめ55、3番、ボルドーグリフォン、町田の木54、4番、マインドヤミモザ、岡村健二54、5番、5番、クラティアラ、爆発翼54、6番、デザートウィンド、ミコシャキオ54、7番、ワイズゴールド、タチロレジ55、8番、後からついてくる、ワタジョージ55、9番、ボーチラカ、小杉亮55、10番、エイシンレア、モターシコータ54、11番、エイシンエイト、山崎誠二54、12番、ハーンドルフ、本田正成55、以上12とですね。いやー、すごいね。この競争、少なく見積もっても2番と、あれ、クラって JR やったっけな、クラが JR とかあるんですけど、結構多いんですよね。クラ、なんだっけ。クラトリガーとか結構船橋とかも多いんですけど、そうですね、少なくとも2番と、10、11、12、ここの4頭はそうですね、勝負不変更なんで、よかったね、遠心別々の赤入って、これ同枠だったらめんどくさいですよね。じゃあ行きましょうか。まず1番、任せから、矢野高行か、不良さんが話違うゴールダリルと、現在1840万、そうですね、多分このまま順当に競馬すれば、ロジータ記念まではまあ余裕でしょうね。そうですね。まあ、連帯数、9位で、まあ、そうか、東京に選手、まあ、ちょっと、まあ、結構負けちゃったかと。そうですね。まあ、でも、今回、から今度に、そうですね。まあ、戻って、って感じになりますね。まあ、悪くないかなと。まあ、腐ってもロレーションがチームは。そうですね。問題ないと思うんですよね。まあ、ましては不良3区でゴールダリルの話という感じで、まあ、中距離もしかしたら持つのかなと。だから、そうですね。まあ、一応、そうですね。まあ、この後、まあ、大箇所走った後、多いの、1600か1800が待ってますんで、その後ね、関東オークス、ちょっとね、楽しみかなと思いますね。一応まあ、最後ちゃいったんで、まあ、逃げてみて、そしてどうなるかという競馬かな。そして2番が、サーフザップ。これもあるか、前走2歳いたやつか。そうですね、こちら、東京選手は3着ごと。そうですね、こちらも、まあ、そうですね、派手に負けてないんですよね。まあ、接戦で負けて、8馬身ちぎって、その後、まあ、2馬身、2馬身ぐらいと。そうですね、まあまあ、東京選手はもう4馬身圏内の、まあ、伸び切りだったら、まあ、悪くはないからと。そうですね、先行もできるし、ある程度、まあ、底力もあると。まあ、結構面白い馬かなというところですかね。そして3番が、ボルドーグリフォン。エイシンヒカルさんか、花内が、ストリートクレート。ってことは、捨てられたのか。いや、競りで買ったのかな。シグラップマネジメントが新馬から持つって珍しいっすね。そうそう、おそらくセリで買った感じっすね。へぇ、面白いね。エイシンもセリに馬出してるんだ。一応、そうですね、まあ、デビュー戦、そうですね、接戦のもの、まあ、コインの個人派手に負けたのがあるから、コマチ特別か。まあ、大体重賞に行くときのね、ステップアップレースで、まあ、コマチ特別から、そうですね、行くんですけど、まあ、その中でちょっと派手に負けてる。で、その後、若者特別、まあ、派手に負け、まあ、メモリアル競争、まあ、負けますね、パンメルも派手に負けてる。そうですね。ただまあ、特許戦勝った後、まあ、年明けから3着2着と、その辺はね、悪くないんで。そうですね。まあでも、そうね。安い研究者の前に矢野が乗るって時点で、そうですね。結構、あんまり珍しいことですね。この研究者って大体、今度は棚何が乗るか。まあ、川崎のね、若手が配線修理で乗るっていうのが多いんですけど。そうですね。結構、まあまあ、ある程度、GM をガチで使った感じですかね。まあでも、2月1日なんでね、ローテーション的には一応、中1か。ってなりますんで、まあ、ちょっとどうなるかなって感じですかね。まあ、おそらく、AC もね、こういう感じで、AC はね、自分ちでやってる時もありますけど、まあ、今回、セリ出したってことで、まあ、おそらくは、そうですね。まあ、自分中心も多分そんなに見込みがない馬って感じなんですかね。まあ、除外しましょうか。多分、重賞だとちょっときついんですよね。そして4番が、マインドヤミモザ。こちらもさすがに、前走2歳の、高層馬。こっちはロレーションの40個か。まあ、それ以降も、ジュニアオープン使って、まあ、コンスタントに使ってって感じか。まあ、そうですね。若武者賞、まあ、鎌倉県トライアルで派手に負け。そうですね。だいぶ派手に負けましたね。
完全に派手に動きましたね。まあ、ヒーローコール、ウィンドフレーバー、まあ、この2と相手だったら仕方ないかなと思いますけどね。まあ、それにしても派手に負け、それ以降も、まあ、4着ね、4着3着取ったもの、まあ、それ以降も、まあ、そうですね、まあ、着差的には1秒ちょいが、まあ、平均タイムと。まあ、無理でしょうね。除外しましょう。そして5番がクラティアラ。耐性レンデンションか放ちが、若オライデン、初めて見るもの。一応581万。ああ、なるほど。同盟からの移籍2戦目か。一応前走、ジェムストン賞。これが牝馬限定。違う、2歳の、男相手なんだ。男相手の一応 JR 認定で、まあ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 、悪くはない競馬と。そうですね、同盟時代、まあ、1000メートルか。使って1分にだいぶ遅い。その後1200、1200で、一応1000メートル。4000目で1分ジャスト5と。まあそうですね、1分ジャスト5。門別の1000メートルで2歳で1分ジャスト5の馬は大体強いんですよ。ってわけで、お前らの方が期待だな。ラプリなんとか。これどこにいるの？あ、まだ北海道にいるんだ。あー、ちょっと待って。ずんがり。これなんとか。おっと、こっちは抹消されたのか。抹消されたっていうか、JR 行った可能性もなけえ、城原塚。まあ、どうなってたね、真っ白だけど。まあ、そうですね。一応1分ジャスト5切って、まあ、それ以降も勝って。で、そうですね。まあ、3着。まあ、それでも3馬身圏内と。で、前走移籍初戦。まあまあ、4番手で。まあ、なんとか伸びて、まあ、1馬身圏内と。まあ、悪くはない競馬なんで、ね。まあ、今回だら距離が1400か、なりますんで。まあ、どこはどこまで、まあ、そうですね。いけるか。まあ、そうですね。まあまあ、まあ、つば、まあ、バカが乗ってますんで。そうね。まあ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 、陣営もある程度勝ちかなと思うんですけど。今回、藤原圭介さ、頭数出しすぎなんだよな。3頭出しなんですよね。クラ、エイシン、エイシンと。そうですね、クラ、エイシン、エイシン。まあ、エイシンはね、やっぱり昔は、まあ、昔だったりするけど、まあ、JRA のね、G1 勝ったり。それこそ、エイシンフラッシュか。エイシンフラッシュがね、多分ね、エイシンヒカルじゃなくて、多分、ね、エイシンフラッシュはね、なんかの G1 勝ってんだよな。ごめんなさい、俺もあんまり詳しく覚えてないんで、申し訳ないですけど。で、クラは結構、地方でね、頭数は結構多いんで、ある程度そうですね、大御所っつったら、まあ、あれかもしれませんけど、まあ、結構ね、3頭持ってきましたんで、その辺のちょっと兼ね合いもね、あるかなと思うんですよね。まあ、でも、この子一応、今のところ、賞金はまだ、ちょっと600万弱ってことで、賞金ないんで、まあ、そうですね。まあ、おそらくこの子はこのまま賞金が進んできない場合はね、サルビアカップあたりにも行くのかなという感じですかね。まあ、あと距離適正ですけど。で、6番がデザートウィンドウ。そうですね。ラニさんカハンチがサイレントディールで、こちら650万と。藤原4頭出しかよ。ごめんなさい。俺ここ気づいてなかったわ。うわぁ、こいつ4頭出しか。3分の1自分ちの持ってくんだって。てか、もっと今回国語教師うまいないんだ。意外っすね。意外っすね。続いてほしいんだけど。藤原球者からね。こちらも同盟からか。デビュー戦、1100m で、まあ、4馬身負けて、だからその後1200で完全に負けてと。で、それ以降、まあ、もう一つはね、結構、天候の、あ、でも取り消しか。ってことは多分、経営はそうです。この個人の取り消しか。で、2から、棒に振って、それ以降もでも、そうですね、2着1着、2着1着と。まあ、悪くはない気がしないんですよね。浦和なでしこオープン。これは浦和所属馬限定か。いや、違う、完全に船橋だ。そうですね、米屋の船橋いましたね。あ、3歳の今限定戦か。だとしたら、浦和とつけろだって言いたいね。まあそうですね、その中で、まあそうですね、マインドエミオ、ミムズには、まあ完全に先着取られてと。で、前走たら一応、若駒スプリント、一応3歳の船橋、そして、まあ、そうですね、連投で、まあ、馬体重マイナス9キロと。そうですね、この子自身、同盟の545メートル、550までいきますからね。結構減った感じになりましたけど、まあそれでも、そうですね、完全に中段から伸びきりがしか。まあでも、そうですね、腐っても裏の1400勝ってますし、ただまあ、なでしこオープン、そうね、ガス消してるんですよね。まあ、不良馬場で先着できたのは、まあまあそうですね、その辺の適性はあると思うんですけど、ただ、いかんせん、両馬場でガス消するとね、ちょっと話は別なんですよね。まあそうですね、今回、まあそうですね、同じ厩舎の、まあ同じ厩舎の、事務所の馬ね、別の馬乗ってもらってるんで、まあ今回、代打で見越しと。そうですね、ツイッターでさ、ボロカス許すから面白いんですよ。よく見越しに乗せてよねって話ですかね。まあでもそうですね。正直なんだろう。まあ無理かなと思うんですよね。まあもしくは本当に大穴の3着って見る分にはっていう感じですかね。で、7番がワイズゴールド。レインボーラインさんか話がキングヘイローと。レインボーラインって誰だ？一応賞金約1000万と。そうですね。この子自身デビュー戦から派手に負けたのが、去年の12月の9日の、6馬身ぐらいと。そうです。それ以降はまあ2馬身、4馬身、まあまあ接戦3馬身圏内。まあまあ悪くはない競馬をしてるんですよね。そうですね。で、前走一応、桃花賞2着。確か、桃花賞がね、勝ち馬と2着馬だっけな、ごめんなさい。この辺も俺覚えてるんですけど、確か、勝ち馬には、プリンセス賞、違う、ごめんなさい。桜花賞と、この後の二冠競争の東京プリンセス賞に優先賞があるんですよ。それが2着馬に与えられるかどうかごめんなさい。ちょっと俺も把握しきれてないんで、申し訳ないんですけど。まあでもそうですね。一応、多いの1600、2着入ってますんで、まあそうですね。ここも順当に競馬して、そうですね。まあ2冠目、地元のレースに狙いに行くのかなというのが、そうですね。確実な競馬かなと。そうですね、この子自身はでもそうですね、ある程度本当に、まあ、前目の競馬しますんで、まあ、まあその辺の底力、あとはまあコーナー適正という感じになるんですかね。そして8番が後からついてくる。パドドラーさんからの血が全ロブロイで1200万といい賞金ですね。東京2000円馬か、これは派手に負けたものの、まあ、それ以降の特許戦ではまあまあ悪くない競馬と。
そうですね、デビュー戦ぶっちぎったねー。副賞いくら ?100 円もしくは。ああ、100円か。ってことは相当人気よかったんですね。なるほど。まあそうですね、デビュー戦ぶっちぎって、で、2戦目もまあ3馬身ですが、で、その後はまあちょっと、もう俺やれるのか。まあちょこちょこと負けてますけど、まあそれでも悪くないけど。ただちょっと統計戦順番、そうですね、この下馬評の割には人気なく、まあ中段から完全に伸びきるのも負けと。で、前走一応、勝ち馬と。そうですね、パドドロは確かに、まあ、マイル中距離ってあんまり持つもいないんですよね。で今回の1400、まあ、もしくは、ジソのお菓子の1500、ちょっと厳しくはあるのかなと。まあ、もしくは高難適性かなと。でもそうですね、今まで、まあ、この左回りの下馬審って悪くはないんで、そうですね、その辺から言えばまあ悪くはいかないと。ただ今回のこの1400負けた場合には、そうですね、ちょっと一級戦相手のでかいレースは厳しいんで、おそらくはこの子は優秀スプリントとかそっち系に流れるのかなと。まあでも高難適性もね、優秀スプリント合わせですけどね。まあちょっと楽しみかなと思うんですね、この子。で、9番がボーチラか。バンベルさんから違うアトマニアマックスで、1000万、おぉ、ぴったり1000万がいい賞金ですね。そうですね、本当に端数が綺麗になった感じですね。51、73? そうですね、51、63、90で190。そうですね、ぴったり1000万でいい、面白いですね。ただ、そうですね、この子自身はちょこちょこと負けたんですね。ゴールドジュニア、2歳の重賞で派手に負けて、で、ロレッショ、2歳に牝馬券ですで派手に負けてると。そうですね、重賞で、まあ、ドベにはなってないのか。あれ、お前誰だっけ、ボチュラか。ボチュラか。あ、なんか4着でもそうか。こっちはまだそうですね、6馬身ぐらいだからいいんですけど、こっちですね、問題は。牝馬限定で派手に負けてるんですね。一応エスプリダーゴ、刀剣、この辺の2頭に、まあ、先着はしましたけど、まあでもそうですね、一応マインドやミューズ、そしてエイシンレア、マカゼ、サフザップ。今回の内枠入った馬、もしちょっとね、負けてますんで、ちょっと厳しいのかなと。そうですね。まあバンドウェールも確かに、結構守護馬整備は長いと思いますけど、これといって目立ったでかいレースかと思ってるのは多分いないはずなんですよね。まあ、小杉涼か。そうですね。まあ、山乗りやる、いや、わかんないけど、なんか、モレル競争、まあ、勝ってますし。ただ、そうですね、やっぱりどうしても、ここの左回り、右回りの、まあ、この2歳の受賞、派手に負けてるのがちょっと痛いんですよね。まあ、3着候補の穴と見る分にあって感じですかね。そして10番がエイシンレア。リアルセールさんが違う金亀で、770万と。デビュー戦北海道か。黒沢丸さんって1分4、1分3。で、その後2歳戦、一石賞戦で、まあ、そうですね、後ろから行って、まあ、なんとか伸びても5着入線と。ただ、それ以降は、そうですね、中段から伸びて、なんとか勝って、先行、まあ、中段から。で、前走は、まあ、先行してガスケツと。そうですね。まあ、ローレル賞腐っても3着馬。で、サンストーンは多分これ、ジアレゴリか。この時期の、なんか宝石名みたいな船場所です。ジアレグ2でもいいんだよ。あ、ただの特急戦か。まあそうね、サーフザップに、でもサーフザップに首さらったらまあまあ悪くはない競馬してるんですよね。まあどうなるか。そうですね、腐ってもロレッショ3着は、まあ面白いのかなと思いますね。まあ特にこいつ自身、そうね、先行力もあるし、まあむしろどっちかといえば差し力の方が、そうですね、あるんで。まあでも、そうね、一応、まあ雪降って、雨降ったのが一昨日か。でも昨日はね、昨日今日とか晴れてますんで、一応まあ月かと、天気予報が荒れなければ、まあ今後もね、一発逆転もあるのかなという感じですかね。一応センサーしろって言いましたか。まあ特に外目入ったんで、そうですね、まあ、特に今回、うちの馬がね、がっつり早く行きそうな馬が多いんで、まあ、ある程度、外からの方が、まあ、うちの馬スーッて行かして、まあ、ある程度、ね、つきやすいと思うんで、そしてちょっと遠心には外入ったの、また橋、交材料かなと思うんですね。で、11番、同じく遠心ゲート。遠心トップさんの話が、面白いですね。遠心、遠心の母ちゃんのくせに、生産牧場違うんだ。ちなみにこっちは、こっちは遠心牧場か。ちょ、裏側とか。何ですかね、当社が多くて、別のところに預けてますかね。まあでも一応こちら、そうですね、約710万と。もうなるほど。結構いいレースしますね。まあ、派手に負けてるけど、一応、新馬戦から、2連勝と。で、A 鑑賞派手に負け、ウィナンチャレンジ、まあ、タフチャレンジと。まあ、ジアレン2点負けてると。ただ、モンビスのオープン戦、まあまあ、2馬身圏内悪くなく、その他遠征して、3着と。で、モンビス地元戦派手に負けたけど、前走、森岡遠征して、M1 2着と。そうですね。ここの2歳の時期からね、ここまで立ち区の、そうですね、重賞遠征して構想するっていうのは、まあ、あるあるかないんですよね。一応一番人気の自分ちのか、フジラフンツェル。カムリ名か、フジは。あ、そうです、やっぱりカムリ名ですね。ちなみに抹消されてんだ。前走、東京2歳フィーバーして完全に抹消か。お母ちゃんになったんですかね、早くも。そうですね、まあ、お母ちゃんになったからあれですけど。おそらく、フジはカムリ名、ラプンツェルはラプンツェルっていう感じなんですかね。わかんないけど。まあそうですね、でもその石にともね、高速に7馬身ちぎってますんで、まあまあ悪くはない競馬なんですね。
なるほど。まあそうですね。この子、勝ちくらとかはまあ、化けない来たもんが全部逃げレースになりますんで。そうですね。逃げるしかないとなるとちょっときついですね。でもおそらくその辺の衛進の兼ね合いもあると思いますんで。ちょっとそうですね。もつれたらちょっと事故かなと思いますけど。まあ逃げてみてどうなるか。ちょっとそこかなと思いますね。だからもしかしたら衛進へと今回そうですね。藤原九州の人だし。でも衛進をペースメーカーにするとはね、ちょっと考えづらいんで。そうですね。ちょっと面白くなりそうですね。で、最後12番がハーンドルフ。ヘニフさん勝ちがゴールドヘイローで、キャロットファームと。前走ジェムソン賞の、JR 認定勝ち馬。ビンゴですね。JR 認定、JR 指定か。指定認定どっち？あ、指定競争か。一応勝ち馬と。そうですね。同時代、1000メートル、まあ、1分ジャストに悪くはないタイム叩き出したけど、リリーカップ完敗と。笑っちゃいけないけど完敗と。まあ、そうですね。まあ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 、悪くはないタイム出しません。まあ、両方、あ、まあ、おまかせけどね。そうですね、リリーカップ、カンプだけだけどね。まあでも、その後、そうですね、まあ、移籍して、特許戦、まあ、接戦で2着取って、で、前走、まあ、JR して勝って、ただ、そのあとに1月の開催使わずに、まあ、ここ直行しますんで、そうですね、まあまあ、その辺の思惑なのかなと思いますけど、最近、本当にあれだよな、キャロットファームとか、ノーザン系列の人たちが、まあ、車体系列か、あの辺の人たちがね、ちょこちょこと地方に馬を増えてきましたんで、ちょうどここ2、3年ぐらいか、3、4年ぐらいと、感じなんでね。まあ、そうですね、本田正成、外入っちゃいましたけど、まあ、悪くはない競馬にはなるかなと。そうですね。マイク賞金1000万もありますしね。まあそうですね。逃げてみてどうなるか。まああとはだから問題なのがヘニヒューズなんで、まあマイルギリギリなんですね。マイルはいけるけど、そうなってくると、まあ多分、オークスきついんで、まあダービーに舵振るのか、まあ下手すらスプリント競争に舵振るのかって感じになると思うんですよね。まあそうですね。ここ大外からまあ逃げてみて、どういう競馬になるか、そこが最後の鍵かなと思うんですね。それとはもうそうですね。大箇所行くのか。一応、大箇所行けなければ、スプリント競争ってどこになるんだ。多分ね、優秀スプリントはね、確か俺の記憶だと6月なんですよ。確か6月なんだけど、俺は覚えてないんだよ。申し訳ないけど、覚えてないんだよ。多分6月。そうですね、6月ですね、6月の下旬か。となると、まあ、スプリント競争の3歳限定戦だと、ないっすね。シミュレーター、ごめん、川崎マルズって3歳以上だったの初めて知った。そうですね、この後のレースだと、まあ、この後そうですね、下旬、まあ2月、まあ、今年の、2020年下旬で見ると、この後はね、そうですね、今ここのユングフラーシャなんで、まあ、3歳馬だと、まあ、雲取り賞、まあ、クラシックトライアルの方に舵切って、まあ、あとは、桜花賞景品杯、まあ、もうそもそも1回目で取っちゃいますんで、たぶんこの時も桜花賞はいっけど、そうですね、桜花賞の後は、そうですね、桜花賞の後はまあまあどこ行くか、それ多分、そうですね、下手すりゃ、まあ、ここか、若賞スプリント行くか、まあ、賞金稼げなきゃ、まあ、若賞か、そして東京カップの、まあ、船橋に出ると思うんですけど。例えば今回の子たちって、そうですね、そういうメンツが多いんですよね。おそらくこの後は、そうですね、クラシック一貫取って、まあ、船橋遠征かけて、まあ、ダービーに舵切るか、プリンセッションに舵切るか、まあ、スプリントに舵切るか、そして楽しみかなとは思いますね。まあ、そうですね、本当にいいメンツ集めましたね。ちなみに、ジョガイバーが3、4、6、そうですね、9でどうしようかな。ボーチラか切っちゃってよさそうですね。というわけで、今回、ジョガイバー、3、4、6、9ですね。というわけで、ちょっと待ちくださいね。1番、若手に逃げ、2番、三河本先行。5番マッチ、ごめんなさい。5番バカ川先行。7番、タチロも先行して、8番、和田先行。10番が、石には、元橋先差し。で、山崎逃げて、本場も逃げてという感じの、一応8とですね。だけじゃあ、水晶場行きましょうか。まあ、そうですね。ここは順当に、まあ、申し訳ないけど、クラティアラ、そうですね。ちょっとバカ川潰してみましょうか。一番今回ね、藤原教授なので、賞金ないのが、まあ、こっちの、デザートインドなんですけど、まあ、その次ね、ごめんなさい、クラティアラも賞金ないのか。若干100万クラティアラも賞金ないんで、まあ、クラティアラがある程度、賞金稼ぐレースをするのかもしれませんけど、多分素質的には無理だ。まあそうですね、クラティアラ今回良くて3着くらいっていう感じの馬なんですよね。そうね、門別で1分ジャスト5取ってるんですけど、そのあとね、まあ悪くないですけど、まあ、今回距離がね、1400になりますので、ちょっとね、まあ、クラティアラ2、3着の馬かなという感じですかね。そして、2番手潰しですね。まあそうですね。順当に潰せば、本当にね、森がいれば森潰したかったんですけど、まず不在なもんでね。というわけで、そうですね、ホンダ潰しましょうか。こいつ、前走の目玉し、確実な飛ばしがあったんで、今度バカだって感じですけど。そうですね、ホンダもそろそろマジで、この辺で一発勝たないと、機種生命はもう若干危ない機種ですからね。本当にマジで、重傷もいつ勝ったっけって感じなんで。今2023年だよな。2023年なんで、こいつ半年近く重症買ってないんですよね。しかもさ、その前買ったのさ、まあ、優秀スプリントがいいよ。で、アフターファイブスタジオいいよ。ミゲルどこ行ってんだですかね。ミゲルってあれだっけ？当選だよな、確か。で、まだいるんで、まあ結局ミゲルも、まあそう、中国なのか。
そうですね、運も引退しましたかね、あの川津のところ。多分運引退したよね。あ、そうですね、引退しましたね。まあ、おそらくこの子、戦場なんでね、乗馬の方かなと思いますけど。まあ、そうね、そろそろホンダもね、でかいレース勝たないと。これそうなんですね、クラシックまともに持ってないんですよね。まあ、唯一ね、ジャパンとアトラビ東海で持ってますけど、これも所詮森の台出すからね。だから自分のテーマって感じで持ってないんで。そうね、そろそろホンダも、まあ、年は年ですからね。年は年ついてるかもしれないけど。35、まあ、そろそろそうね、機種生命の分岐点も来るのかなという感じですかね。というわけで、そうですね、一応ホンダ潰してみましょうか。で、そうですね、あとは順当にいきましょうか。今回2番手ですね。まあ一応エリシンから1頭いきましょうか。元橋、今回ね、明らかに前の方がまあごちゃつく展開になると思いますんで、その辺はね、まあ特にエリシンの時代今回1400なんで、ちょっとぐらいだったら外分回しも大丈夫かなという感じの決闘でも、まあ、あとそうですね、1600の高積点ありますんで、まあ多分そうですね、元橋今回、いい競馬するかなと。一応エリシンでは、2番手ですね。で、3番手。そうですね。ここ悩むんですよね、3番手が。まあ、順当にいけば1、2なんですよね。まあ、もしくは、ちょっと人気なさそうな8とか。そうね。まあ、でもここは順当にいきましょうか。そうですね。任せずサーフザップ。まあ、どちらかといえばね、この子たち自身だと、まあ、サーフザップの方が、一度先着して、まあ、その前も一回先着してって感じなんで、まあ、でかいレース次第なんですけど、まあ、そうですね。どっちの方がいいか。ですね、まあ重症勝ち馬か S1 先着馬まあでもそうですね、コーナー転機もあると思いますんで、まあ特にそうね、多いの馬にとってはまあ左回りでも逆にこいつ自身左、あ、これ船橋かこいつ、こいつ左回りでよくね右回り適応しますんで、まあこの後の三冠狙うとしたらね、サーフザップは多分勝たなくてもいいですよね、順当な競馬さえすれば、まあ、賞金額も賞金額なんで。そうですね、ただあれだっけ、社大グループって地方のでかいレース持ってたっけ。ごめんなさい、その辺把握しきれてないですよ。こいつ自身もそうなんです。ある程度、底力、中段から伸びる底力あるんで、そうですね、今回サーフザップにしましょうか。サーフザップ3番手、で、4番手、矢野っすね、今風。こちらが以上の推奨は、5等かなと。というわけで3連単ですね。まあ3連単今回絞っちゃいましょうか。というわけで、マカゼサーフザップ、そして、10番、イシンリア、1、2。で、どうしようかな、イシンリアと。こいつ逃げたら残れなかったらちょっと心配なんですよね。そうですね。こいつ逃げて勝ったのが1100、1200ともらった短距離なんですよね。だもしかするとね、AC トップ、AC トップじゃない、AC とか。こいつ逃げたらいいけど、ガスケツどこまでしようかな。3コーナー持つか4コーナー持つかなんですよね。そうなってくると AC8 は今回3着でね、まあ下手すると逃げないって可能性もあると思うんですけど。どうなんだろうな。いやー、重傷でまさかの4頭出しは想定外だな。そうね、こいつも外枠からでしかも1200。まあハンドルフも多分2、3着なんですよね。だけ3連単はそうですね、1、2、10の、3頭頭で、2着に1、2、クラティアラどうしようかな。クラティアラ、そうね、距離適正的にまあギリいけるか、わかんないけど、まあ一応2着にいってみましょうか。ってことで今回そうですね、1、2、5、8、5、7か。1、2、5、7、8、10、11、12、この、残した8頭、全部2、3着で、いきましょうか。というわけで今、清書します。一応ね、運よく前走ね、佐賀勝ってますんで、そうですね、南関東負けたくせに、なぜか佐賀勝ったんですよね。なので、ね、ここちょっとね、佐賀と浦和で、ね、ちょっと2連勝したいんで、ちょっと頑張っていくんですけど、一応、解明、そうですね、こんな感じ、1、2、10から、1、2、5、7、8、10、11、14、23着という感じで、解明的には、そうですね、6点かける7点、42かける3なんで、100、いくら ?126 点か。まあ、126点、そうですね、まあ、現状は、ちょっとプラスになるのは厳しいかなという解明ですかね。特に今回そうですね、一番人気誰になるかって言ったら、多分おそらくマカズカサーフザップでこれ確定なんですよね。それ以降がただちょっとねっていう感じの馬たちが多いんで。だそうですね、今回、まあ、マカズカサーフザップ、まあもちろん、まあ、両方とも名前ね、AC しかないんであるんですけど。まあ、例えばなんですけど、まあこの中でおそらく人気なさそうなんだったら、まあ、タチシロのワイズゴールドとか、まあもしかしたら後からついてくるとか、多分この辺がね、重症とあると、ちょっと人気を落とすと思いますんで。うん、そうですね、この辺がおそらく5番人気、6番人気あたりの、まあ、中段人気あたりになって、まあ、それから2、3着にポンポン飛んでくれば、そうですね、マカゼからでもいくらぐらいしか分かりませんけどねって感じになりそうなんで、そうですね、だからマカゼとサーフザップ、まあこれ2頭がどっちか飛べば、そうですね、下手すらどっちか勝ったとしても、どっちかが完全に馬券外から、馬券内から飛べば、そうですね、ちょっとつきそうかなと思いますんで、うん、そうですね、まあ今回126点、まあ失敗しましたけど、そうですね、今回でも国母教授から本当に争いないっていうのも、そうですね、あれかな、国母教授って今馬いないの馬いないのしてるか。
ロレルショーにもそもそもいなかった。なんか意外っすね。なんか意外っすらしてるかもしれないけど。この中で国語能力したらバカバカ。国語教授にもあれっすけどね。結構馬まだ120、30頭いるはずなんだけど。あ、当選いた。ラッキー。国語教授130ぐらいいんのかな。あ、117頭結構減りましたね。3細胞、アンジュルミエル。あー、賞金つけねえのか。なるほど。そうね、3歳メスで見ても。あー、でもそうね、3歳メスが少ないのか。ジョーが1頭。なるほど、未出走か。それは無理だ。それは無理っすね。当選も男の子ががっつり多いっすね。当選ってあるか、でもあそこ男の子だけど。男順ぐらいに当選もいますかね。あ、なるほど。ここの教師あれですね、本当に。3歳の牝馬がマジで少ないんだ。そうですね、こっちはランディに。まあ、リングイットいたけど。あ、これも、あ、これもあれなんだ。当選なんだ。もうそうにし、2勝目勝っただけじゃ賞金的には無理ですね。そっか、だから当選とかいねえのか。でももしかしたら本当にマジで、当選今年、桜花賞いないかもね、馬。なんかマジで意外だな。そうね、逆に言うと今年は、そうですね、当選、まあ少なくとも、冠目、あ、そうか、当選で見ればいいんだけど。そうね、母父どっちかに当選入ってる3歳牝馬マジでいないですかね。これダノンだし、まあ3歳まで見てもこれあれか、山口テーブル高校はなんか当選、あ、ノブは違うか。そうね、あ、でもこれノブレスの、あ、当選か。これノブってところあれかと思ってた、チューブかと思ってた。そうね、やっぱりいますね、ノブ。そうね、やっぱりこうやって見ると当選どっちかについてる。まあついてない子もいますけど、まあ明らかに冠出てるだけだけど、なんか当選がメスいねえんだ。はあ、意外っすね。意外っすね。ついてるかもしれないけど。なるほど。国語教師馬がいないと。おぉ、かわいそうだね。まあでもクラシックはそうですね。ヒーローコールとかいるんで。そっちは楽しみなのか。そうですね。ちなみに来週は、確か来週あれかな。お、大井で、金牌と何かが2連チャンなんですよね。誰だっけ、金牌と、あ、そう、金牌でコントロールしますね。一応クラシック、これがカースイかな、多分。13、14、15、15になる。そうですね、水木か、水木の、2連チャン住所なんで、まあ、それは金牌は日曜日、で、雲取り賞は、ね、火曜日の動画になるかなと思いますので、すみません、お待ちくださいという感じですかね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。